Jaya's platform, we can very quickly create lightweight, mission-focused applications. I'm going to talk about a number of these applications that we use to support air command and control. これは、空の C2 のためのアプリケーションでありますが、これは、計画された、作戦、今後24時間分の作戦であります。ここでは、航空空間の測定、します。これは全て、計画されたもの、それからまた24時間のタスキングが、ここに示されます。これらの情報はテキスト情報として、維持されています。理解も難しいですし、また更新も難しいです。それを地図上に可視化しています。そしてタイムスライダーを使うことによって、それぞれのエリアが今後24時間どのように変化していくかということを見ることができます。さまざまなエリアを追加することができます。リアルタイムの気象情報、温度、あるいは雲などを追加することができますし、また面白いものとしては、分析結果を追加します。これは、実際に固定翼の作戦に対して雲がどういう影響があるかを見ています。したがって、そのような固定翼の作戦に良い地域と悪い地域、そして今回対象になっている地域は全てグリーンでありますので、航空作戦を展開するのには問題ないということであります。いくつかのツールがあります。まず座標を変換します。ベアリング距離、またビジビリティ、それからまたこの地図用にそれを示すことができます。あるいは高度のプロファイル、また作戦の検証、計画の検証をすることができます。一つエアコリダーを取り上げます。このツールを使って一つのコリダーの端から端までを見てみます。これは高度を見ているものでありますけれども、一部非常に高度が高いところにいます。これは一つの問題かもしれません。そしてこれに地形のベースマークを追加することによって、今の地図と繰り返します。特に高いところ、それがどこにどのように進んでいるかということが見えます。またどこまで見通しがつくか、ビジビリティというところを見てみます。これは谷の部分でありますけれども、渓谷の部分にズームダウンします。そしてどこぐらいまで見通しができるか、そして FOV をインタラクティブに変化をすることができますし、レンジ分析も行いますことがあります。また分析の方向、ベアリングも変えることができます。またポイントを選んで、そこでの見通しの分析をすることができます。これはすべてサーバーでされております。私のデスクトップで処理されてはありません。ということで、この点から緑のところは見通しが効くけれども、赤の部分は見通しが効かないということを示しています。またグリッドのオーバーレイを、重ねることによって参照点も見ることができます。作戦が開始すると、空域の中でリアルタイムに何が起きているかをモニターしたい。これがオペレーションスダッシュボードであります。アクティブどれか、現行を実行されている作戦であるか、また民間航空機も見ることができます。航空機が移動するとダッシュボードの方に情報が、入ります。そして今使われているエアコンコリドーがどこであるか、それをハイライトとして示すことができます。またアラート を出す、したがって、特定の航空機が禁止ゾーンに入ったときに、その航空機の情報のディテールを見ることができます。それに対しての適切な、アクションを取ることができます。また、標的のエリアの近くに来た時もアラートを出すことができます。ここの民間航空機のモニターをすることができます。ということで、ここに航空機のリストがありますので、それぞれ選択すると、地上での速度、あるいは、方向、また高度を見ることができます。
これを 3D で情報として見ることもできます。同じレイヤーを 3D という形で表示したものであります。現行の作戦、そして民間航空機、航空機の管理、これを 3D のオブジェクトで見ることができます。これは 3D のポリゴンで表示されています。最後にストーリーマップというアプリケーションを使いまして、ブリーフィング用の製品をこのタスキングオーダーに対してすることができます。これいくつかのタスキングオーダーがありますけれども、指令命令でありますけれども、これはインタラクティブの製品でありますので、地図上をズームをしたり、あるいは写真を一つを選択肢下にありますけれども、そのことによっての関連情報を表示することができます。またそれに関連してそれぞれの ATO に対するテクストも表示することができます。グリーンは問題ない地域、そして問題がある地域に関しては赤で表示されています。外部の情報源にリンクをし、 ATO に関する情報を入力することができます。どの部隊でどのような航空機が使われているか、これらすでにテンプレートを使いまして ArcGIS のプラットフォーム上で構成されています。何ヶ月何年間もかけて開発するシートシステムではなく、何日かでこういうものを構成することができます。それではここからです。